こんにちは、バーチャルサイエンティストの卵のルーです。皆さん、失敗して落ち込んでしまった時、どうやって気持ちを立て直していますか？僕は結構失敗をずるずる引きずっちゃう方で、失敗してしまった日はもう一日中ずーんと心が沈んでしまっていることが多いです。それでもまだその日のうちにやらないといけない仕事なんかがあると、切り替えて作業しなきゃなって思いはするのですが、やっぱり重い気持ちのままだと作業はなかなかはかどりません。そんな時に、ああ幸せになれるスイッチがあればいいのにって妄想することがあるのですが、なんと今月発表された脳科学の論文で、この幸せのスイッチが実現したという報告がありました。この研究はアメリカのカリフォルニア大学の研究チームの報告で、重度のうつ病の患者に対して脳に電極を埋め込んで、喜びに関わる脳の領域を電気刺激することで、過去5年間一度も笑わなかったうつ病の患者が突如として心の奥底からの喜びの感情とともにクスクス笑いを始めたというものです。実はこれまでにも TMS や TDCS といった装置を用いることで脳に電気刺激を与えてうつ病の治療を目指す研究は行われていましたが、これらの電気刺激では電流を流す脳の領域が大雑把すぎて大きな効果は得られにくいというのが問題でした。ちなみに過去に TMS や TDCS といった手術をすることなく脳に電気刺激を与えることができる装置について解説している動画もあるので、気になった人はぜひ見てみてください。この研究では脳の広い範囲に直接電極を埋め込む脳深部刺激療法DPS っていう方法で、様々な脳の領域に対してピンポイントで電気刺激を与えることで、どんな感情が湧き上がるのかを観察する研究をしています。つまりどの領域を電気刺激すればどんな効果が得られるのかっていう脳のマッピングをしている研究なんですね。こうやって脳のマッピングをしていくうちに、電気刺激を与えると喜びを感じる幸せのスイッチと言えるような脳の領域がいくつか見つかったそうです。電気刺激をする領域によって喜びの種類は異なるそうで、ある場所を刺激すると喜びの感覚がうずいてしょうがなくなったり、また別の場所を刺激すると素晴らしい本を読んでいる時のような穏やかな喜びが感じられたと報告されています。そしてこの幸せのスイッチの脳の領域を継続的に刺激することで、これまで様々な方法を試しても改善しなかったうつの症状が劇的に回復したとのことです。実際に今回の実験10日間参加したうつ病の患者さんは、約6週間の間うつ病の症状が現れなかったと報告されています。この研究のすごいところ、その1、電気刺激を与えるとすぐにその効果が現れるっていうところ。従来のうつの一般的な治療法としては投薬による治療がよく採用されているのですが、これには効果が現れるまでに数週間から数ヶ月もの期間が必要でした。でも今回の方法だと、刺激を与えるとすぐに喜びを感じられるということで、うつ病の辛い症状に対して即治療ができちゃうっていうのがめちゃめちゃ有効そうですよね。この研究のすごいところ、その2、実はこの研究、脳に埋め込む電極に IC チップを搭載していて、常時脳活動をモニタリングして気分が落ち込んだことを感知したら、すぐにこの幸せのスイッチを刺激することで、気分が落ち込みやすいはずのうつ病の患者さんの感情をずっとポジティブな状態で維持できるということが報告されています。つまりこの装置を脳に搭載している間はずっとネガティブな感情にはならないということですね。この装置がもう少し一般に普及していくと、何かに失敗してしまって気分が落ち込んでしまっても、スイッチ一つで脳みそにビビビって電気刺激を与えれば、すぐに幸せな気分になれて、やらないといけない仕事に集中できるようになる、そんな世界になるかもしれませんね。もちろんまるで電子ドラッグみたいだとか、倫理的に問題はないのかっていう議論は今後必要になってくるとは思いますが、重度のうつ病の患者さんなどこの技術で救われる人がいるのであれば、それは非常に意義のある研究成果だと思いますし、このような科学的な発見の積み重ねが将来的にもっともっと人の役に立つ技術の発見につながったりもするので、ひとまずは脳を刺激するだけで幸せになれるなんてものすごい技術ができたことを喜びたいですね。皆さんはもしこの装置が一般人でも使えるようになったら使ってみたいと思いますか？よかったら率直な感想をコメントで教えてください。今後もこのチャンネルでは面白い脳科学や最新の科学技術の情報を動画で紹介していきますので、気になる動画を見かけたらぜひチェックしてみてください。
それでは今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。